9年目です。一生の仕事にしようとのバックアップがすごい。大阪府出身で、元山町に移住して9年目です。普段は林業を中心にいろいろ山に近い副業を組み合わせて生業としています。林業を一生の仕事にしようと思ってどこでできるか探した結果元山町に行き着きました。まず一番は、元山町の役場のバックアップがすごい 手厚いっていうことですね。まあ地域おこし協力隊時代からのつながりがあるのは関係あると思いますけど、その卒業後もずっと気にかけていろいろ相談に乗ってもらったりしています。協力隊でやっていた時は、林業で必要な各種資格を取りに行ったり地元の事業体にお邪魔して現場で研修をさせてもらったり全国でどんな林業があるのかそういうのを直接見に行ったりということをさせてもらってました。他の産業もそうですが担い手不足がすごい深刻化してまして、まあ興味ある方はどんどん参入してほしいっていうのが正直なところです。まあ林業って一口に言ってもいろんな形があって、自分たちのように夫婦で小規模でやってるようなところもあるし、事業体で大きな機械でどんどん出してくるような形もあります。で、どういう形の林業をしたいのかによって始め方はだいぶ変わりますが、この小規模で始めたいという希望やったら相談に乗れるし、その事業体に所属してまず始めてみるっていうのも一つやと思うので、そういうスタートを選ばれるんやったらそれも地域の事業体や森林組合を紹介できますので、ぜひ相談してきてほしいと思います。